皆さんどうもこんにちは。今回は大手ハウスメーカーランキングトップ6鉄骨編前編ということでお話をしていこうと思います。この動画はこれから家を建てようか検討している人に向けて、各ハウスメーカーがどんな特徴を持っているのかを分かりやすく解説する動画になっています。そのためランキング形式にしてはいるものの、明確に優劣を決めて紹介する動画ではありません。性能比較に関する動画は今後別途出していく予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。このチャンネルは元住宅営業かつ元銀行員の私がマイホーム購入の攻略方法を解説するチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。第6位、トヨタホームです。トヨタホームはあの有名なトヨタ自動車の傘下のハウスメーカーです。そのためハウスメーカーの特徴を一言で言い表すと、車作りの技術やノウハウを生かしたハウスメーカーということになります。では具体的にどこにトヨタ自動車の技術が使われているのかというと、それは大きく分けて2つに大別することができます。1つ目が鉄骨、2つ目が環境配慮。この2つに車作りの技術やノウハウが集約されているんです。それでは鉄骨と環境配慮、これらをそれぞれ深掘りしていこうと思います。まずは鉄骨について、結論からお伝えすると、トヨタホームは自社で鉄を加工する技術を持っているというのが最大の特徴になります。そのため鉄骨部分には車にも使われている塗装技術を施して錆止めを行い、品質管理も看板方式と呼ばれる必要な分を必要な分だけ生産するトヨタ自動車の品質管理方法がそのまま使われています。こういった錆への配慮や品質管理の仕方はトヨタならではの考え方って感じですね。ではここから実際にトヨタホームで家を建てる場合、どういった家が作れるのか、これを掘り下げていこうと思います。そもそもトヨタホームには2つの家の作り方が存在します。それがユニット工法、鉄骨軸組構造、この2つになります。それぞれ簡単に説明をすると、ユニット工法とは梁と柱でできた鉄の箱を組み合わせて作る家のことです。この作り方で家を建てるメリットは2つあって、1つ目が工場内で約 80% の工事が終わった状態で現場で家が組み立てられるということです。これによって工事の施工期間が短くなることや、1日で家の大枠が完成するので雨に濡れることなく家が立ち上がります。そして2つ目が、このユニット工法は高層ビルにも採用されている構造であることから、強固な構造躯体であるということです。そのためプランによっては多少前後するものの、国が定めた住宅性能表示制度の最高ランク耐震等級3の基準を大きくクリアすることができます。一応カタログに掲載されている表がこちらですね。最大で約 2.5倍、最低でも基準の約 1.5 倍は強度が出せるという表になっています。実際に展示場に行っていただければわかると思うんですが、鉄骨自体もかなり太いものを使っているので、このくらいの強度が出ても当たり前かなといった印象です。以上の2つが鉄骨ユニットで家を建てるメリットになります。ただその反面、もちろんデメリットもあって、1つ目が間取りで凹凸が作りにくいため、どうしても真四角に近い箱っぽい家になりがちということ。2つ目がユニット工法はクレーンで吊り下げて現場で施工するため、トラックが建築予定地近隣に駐車できない場合はそもそも家を建てることができないということ。そのため住宅密集地には不向きな作り方であるという、以上の2つがデメリットになります。一応トヨタホームはユニットで家を作ることを推してくるんですが、今お話ししたようにどうしても施工できない場合もあるわけです。そんな時はトヨタホームの家の作り方の2つ目である鉄骨軸組構造を使います。この作り方は普通に現場で鉄骨を組み上げて家を作るため、ユニット工法と違って間取りの融通が効きやすいっていうのが特徴です。また実際に営業マンの方に聞いたところによると、ユニットで家を作るよりも多少安くなるみたいです。こんな感じでトヨタホームはユニット工法と鉄骨軸組構造、この両方を使い分けて家を建てているわけです。ここまでの話を簡単にまとめると、ユニット工法で家を建てる場合、工場で作られた品質のいい家を建てることができるが、その分鉄の箱を組み合わせて家を作るので、家を建てる場所や間取りに制限が出てくる場合があるということ。一方で鉄骨軸組構造はユニット工法のデメリットである間取りと場所の制限をなくして家を建てることができるものの、結局は現場で組み上げるので他社とあまり変わり映えしないということになります。もし仮にトヨタホームで家を建てたい、でも鉄骨軸組構造でしか家を建てられないという方は、次にお話をする環境配慮、こちらで他社にはない付加価値を見出してもらえればと思います。ということで2つ目の環境配慮についてお話をしていきます。これに関しては V2H スタンド、これを説明するのが他社との一番の差別化になるのかなと個人的には思っております。なぜなら他のハウスメーカーが推しているのが蓄電池に対して、トヨタホームが推しているのがこの V2H スタンドだからです。
そもそも V2H スタンドとは何なのかというと、電気自動車を蓄電池として活用するための機械です。実は一般的な蓄電池と比べて電気自動車って電池の容量が大きいんですよ。具体的に言うと、一般的な家庭用の蓄電池は4から12キロワットであるのに対して、電気自動車は10から40キロワットと3倍に近い容量があるんです。そのため何かあった際により長い時間電化製品を使用することができるわけなんですね。しかもこの V2H スタンド、価格がだいたい60万円程度です。一般的な蓄電池が今現在100万円程度なので、それに比べると40万円も安いんですよ。まあ、こういった背景もあってトヨタホームは V2H スタンドを推しているわけです。あとはこの V2H スタンド、停電時にバックアップ用の電源として機能するんですが、これも非常に魅力的ですよね。例えば夜間に停電した際は、電力会社の給電や太陽光発電の電力を利用しなくても、自動車に蓄えた電力を蓄電池代わりとして家庭で使えるわけです。最近は異常気象も多いですからね、まあ、何かあった時のために備えておくっていうのが結構重要になってくるかもしれません。ただこの V2H スタンドにもデメリットが存在します。もうお気づきの方もいらっしゃるとは思うんですが、この V2H スタンドは電気自動車がないと意味がありません。だから普通のガソリン自動車しか持ってない場合は使うことができないんですよね。まあ、ただですね、昔に比べて環境への配慮っていうところが結構重要視されてきてますよね。例えばプラスチックの削減なんかもそうだと思います。だからもし仮に今後電気自動車を購入する人がいたら、一緒にトヨタホームを検討してみてもいいかもしれません。ということで、ここまでの話をまとめると、車作りの技術やノウハウを生かしたハウスメーカーであるトヨタホームは、鉄骨と環境配慮、この2つに力を入れてますよというお話でした。ぜひ参考にしてみてください。続いて第5位、ダイワハウスです。ダイワハウスの特徴を一言で言うなら、自給自足の家です。自給自足の家っていうのは、最近よくダイワハウスの CM で耳にすることが多いかと思います。あれってなんだろうって疑問に思われた方も多いはずです。実は自給自足の家というのは、言い換えると二次災害に備えた家ということなんですよ。例えば住宅展示場に足を運んだことがある方だったらわかると思うんですが、どのハウスメーカーも地震に対する強さを強調してきますよね。まあ、それ自体は悪いことではないんですが、災害が起こった後どうやって暮らすのかというところまで提案してくれるハウスメーカーって少ないんです。こちらをご覧ください。これは東日本大震災の復興までにどれくらいの時間を要したのかを表したグラフになります。ここでのポイントは、仮設住宅が必要になった期間です。2012年から7年後の2019年でも仮設住宅が必要な方がいるわけです。人それぞれ立ち直りに遅い早いはあれど、大きな災害が来たら長いスパンでの備えが必要になるということは、このグラフを見れば明白だと思います。だからこれまでの日本の状況を考えると、二次災害への工夫が必要なんです。じゃあダイワハウスでは何ができるのかというと、全天候型三電池連携システムというのを推奨しているんです。この全天候型三電池連携システムというのは、簡単に説明すると、太陽光、エネファーム、蓄電池、この3つをフル活用して日々の光熱費を抑えつつ停電時に対応するシステムのことです。だから例えば停電時が雨天でも約10日分の電力と暖房、給湯を確保できて、リビングなどの家の特定のエリアでは普段通りに生活ができるんです。しかも電子レンジや冷蔵庫などの消費電力の多い家電も普通に使うことができます。あとこれはあくまでダイワハウス側の試算ですが、約40坪の家に4キロの太陽光と蓄電池、そしてエネファームをつけると、通常の住宅に比べて約8割の年間光熱費を削減できるそうです。ちょっとこのあたりは、実際にダイワハウスで家を建てた人で全天候型三電池連携システムを導入した人にどのくらい光熱費がかかったのか聞いてみたいですよね。あとこれは経済産業省が出しているデータなんですが、特に東日本大震災以降電気代が上昇しているので、本当に日々の光熱費が安くなるなら導入を検討してもいいかもしれません。もしダイワハウスで全天候型三電池連携システムを導入している人がいれば、コメント欄にて情報共有していただけると嬉しいです。ということで、ここまでの話をまとめると、ダイワハウスは二次災害時の工夫に力を入れているハウスメーカーですよというお話でした。この他にも今現在コネクティッドホームといって、家自体にインターネットを接続して家具家電を遠隔操作するといった取り組みが行われています。今後 5G の導入が本格化した場合、ありとあらゆるものがインターネットにつながることになります。ダイワハウスはそういった未来に向けた取り組みを積極的に行っている企業でもあるんです。新しいもの好きの方はぜひダイワハウスを検討してみてください。第4位、パナソニックホームズです。パナソニックホームズは個人的に一番好きなハウスメーカーなんですよ。というのも、ものすごく考えて家作りをしている企業なんです。ではどういったところが考えられているのか、
個人的に最もおすすめしたいポイントを3つお伝えさせていただきます。その3つとは、1つ目がメンテナンス費用が圧倒的にかからないということ、2つ目が施工ボードに珪藻土が含まれているということ、そして3つ目が初期保証が業界で一番長い35年保証であるということ、以上の3つです。それでは順を追って解説をしていこうと思います。まずは1つ目のメンテナンス費用が圧倒的にかからないということに関してですが、具体的にどこのことを言っているのかというと、外壁と目地です。まずは外壁から説明すると、パナソニックホームズでは外壁にキラテックという名前の光触媒タイルを使います。この光触媒タイルは表面に紫外線が当たるとタイルについた汚れ成分を浮き上がらせてくれるんです。そのため雨で勝手に汚れが落ちる仕様になっているんです。さらに小難しい話が続くんですが、空気中の水分と結びついてタイル表面に水の膜を作り出します。その水の膜が静電気の発生を抑えて汚れを寄せ付けないようにしてくれるんです。だから例えば家の近くに畑や学校の校庭とかがあって砂ぼこりが舞いやすい環境下であったとしても、家の外壁が汚れることはありません。あと陶器外壁によくありがちな苔が発生して壁が緑色になるっていうこともないんです。実際に私が今住んでいるところの近所に築2年のパナソニックホームズの家があるんですが、外観がものすごく綺麗です。ですので一度このキラテックという外壁にしてしまえば、今後外壁の塗装費用はかからなくなります。ここまでの話だと、同じく光触媒外壁を推奨している一条工務店と変わり映えしないように感じるんですが、実は大きく違うポイントがあるんです。それが目地なんです。実はパナソニックホームズの場合、このキラテックという光触媒外壁を使うと目地の上にタイルを貼ることができるんです。イメージとしてはこんな感じですね。目地というのは外壁と外壁をつなぐゴムみたいなもののことです。この目地は水分や紫外線が当たることで劣化が促進されて縮んだり亀裂が入ったりしてきます。だから一般的には10年から15年で何かしらメンテナンスが必要になるんです。でもこの目地をタイルで隠すことで劣化を防ぐことができて、結果目地のメンテナンスが不要となるわけです。さらに目地がないので他社にはできないシームレスな外観を演出することができるんです。これは同じく光触媒の外壁を使っている一条工務店とは大きく違うポイントです。ぜひ覚えておいてください。そして2つ目、施工ボードに珪藻土が含まれているということに関して、珪藻土というのは高湿度な状態では湿気を吸湿してくれて、乾燥時には水分を放出してくれる優れた調湿剤のことです。一時期珪藻土のバスマットが流行りましたよね。あれと同じです。実はその珪藻土がパナソニックホームズでは壁の内側にある施工ボードの中に含まれているんです。だから例えば今ちょうど梅雨の時期なのでジメジメしてて嫌な気候ですよね。でもパナソニックホームズでは壁の内側には珪藻土入りの施工ボードがあるので、ある程度湿気を抑えてくれるんです。さらに冬の乾燥している時期は溜め込んだ湿気を今度は出してくれるんですね。亜熱帯化している今の日本にぴったりだと思いませんか。この珪藻土が使われている施工ボードを使っているのは私が知る限りパナソニックホームズだけです。そして続いて3つ目、初期保証が業界で一番長い35年保証であるということに関してです。これはまあそのまんまの意味です。今業界の中で一番初期保証が長いのがパナソニックホームズなんです。ただメンテナンスプログラムをよく見ると20年目に強制的にメンテナンスが必要になるということにはなっているんですが、先ほども申し上げた通り外壁も目地もメンテナンスが必要ないので、そこまで極端にお金がかかるとは思えません。こればかりは実際にパナソニックホームズで家を建てて実際にメンテナンスを行った人にしかわからないですが、間違いなく他社よりはメンテナンス費用が安いと思います。というのも今回はお話ししませんでしたが、パナソニックホームズは構造体、つまりは家の骨組みにもいろいろな工夫を施しているんです。それを知っているから皆さんに今こんな話ができるわけです。じゃあいろいろな工夫って何なのか皆さん気になりますか。気になりますよね。構造体に関しては少しマニアックな話になりますので、ぜひ直接営業マンの方から聞いてみてください。ということで今回はハウスメーカーランキングトップ6鉄骨編前編ということでお話をしました。あくまで今回お話ししたことは各ハウスメーカーの特徴の一部にしか過ぎません。今お話ししたトヨタホーム、ダイワハウス、パナソニックホームズ、この3社の中で気になったハウスメーカーがあった場合はぜひご自身の目で確かめてみてください。それではまた次回ハウスメーカーランキングトップ6鉄骨編後編で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。